根光八尾中学校、高等学校は大阪府八尾市柏村町一丁目にある私立中高一貫校。新宗教、根光教を母体とした関西根光学園が経営している。略称は根光金八。1985年に根光第一高等学校の八尾学者として現在地に開校した。高知は旧八尾市立清友高等学校後で、 根合や尾校の北側に、日吉友幼稚園が隣接している。大学進学を目標にした教育を重点に置いている。また美術コースも併設し、美術系大学への進学も目指している。週6日制を取り、基本7から8限、コースによっては8から9限の授業に設定されている。長期休業中の補修授業にも力を入れている。根合教のみ教えに基づく、 宗教上層教育が行われており、学校行事として岡山県の根高教本部を参拝する。八尾市内からの通学者が多いが、大阪府東部に位置しているため、奈良県からの通学者も多く、少数ながらも三重県からの通学者もいる。吹奏楽部は1990年の全日本吹奏楽コンクールで全国大会金賞を受賞した。この時の自由曲は、 大阪族用による幻想曲だった。ありがとうございます。